これ一個提案があるんだけど、ベルさん、切られてくんない？え、なんで？サモさんもしかして人狼なんじゃ？違う、ここは俺とナナッシーを信用してほしいんだ。大丈夫、きっとうまくいくから。行くよ、ベルさん。え、ちょっと待って、まだ心の準え？よし、人狼が確定したぞ。行くよ、ベルさん。よくわかんないけど残るはあと一人だ。めちゃくちゃだよ。マイクラ人狼クエストルール説明。マイクラ人狼クエストはマイクラと人狼ゲームを掛け合わせたオドミン考案のオリジナルゲームです。陣営は大きく分けて村陣営、狼陣営、第三陣営が存在します。村人陣営は村に紛れている人狼を協力して排除しましょう。人狼陣営は他陣営の殲滅を目指し、キルを狙っていきましょう。第三陣営は少し特殊ですが、村をかき乱しながら特殊勝利を狙いましょう。また多くの役職はスキルと呼ばれる特殊能力を持っています。スキルを駆使して自身が所属する陣営を勝利へ導きましょう。はい、今日も京都手人狼のベルです。このチャンネル一生人狼視点ばっか出してね。大丈夫、次の試合は村人だから。ネタバレやめて。言った、ベルさんに殴られる。ベルさん人狼なのだ。倒しとく。早すぎだろ。うわ、なんかあれね、回を重ねるごとにエメラルドの奪い合いが見にくくなってる。仕方ねえだろ、こっちも全力なんだよ。全然エメラルド取りっかーてなかったんだけど。なんて？やったー、久しぶりに村人だ。最近人外ばっか引いててしんどかったんだよね。あ、じゃあ突さん占ったんだけど人狼だったよ。初日は使えねえだろ。なんならうたいさん私らと殴り合ってるよ。エメラルドに夢中で相方確認してなかった。今回の人狼は阿部さんとあんたみたいね。このペア多いんだよな。そういえば今回も死神がいるんだよ。死神って言うと、倒した役職を奪えるやつ？そうそう。第三陣営の割とトリッキーなやつな。あれには人狼もワンパンされちゃうからちょっと注意しないといけないのよな。あとは狂人と早めに繋がりたいわね。狂人側は誰がご主人かわかんねえからな。すぐに分かればいいが。おはようございます。夜、阿部さんめちゃめちゃ怪しくてさ、占ってみたんだよね。え、店員に麻酔針打ってたの見られてたの？コナン君かなんかなんて。どうだったの？阿部さんね、人狼ではないようだって出たよ。あ、じゃあただ単純に怪しかっただけなのね。というか待って、シェイドが本物の占い師さ、なんで殴ったんだとつもり。いやごめん、エメラルド取られたから。今殴られたからとつもりさん、占ったら白かったわ。シェイドさん、俺がもし人狼だったらもう3回はやられてるからね、気をつけてよね。人狼じゃないけど倒したくなってきたわ。これはそういうことよね。今の盤面まだ全員生存してるし、人狼の阿部さんに白出ししてるサモさんは多分狂人だな。死神が役職奪った線もないし、それでもどっちみち狂人だしね。死神目線わざわざ疑われる動きはしなそうだしね。あ、驚くさんがやられてる。阿部さんが驚くさん倒してた。私掃除屋だから阿部さん切ったよ。マジか、急に動いたな。これちょっとまずいな。ショップで驚くさんが買い物してるの見えてたんだけどさ、阿部さんが村長の家の方から来て倒してたんだよね。それで自演してたから思い切ってすぐ倒しちゃった。ってなると、阿部さんに白出ししてたサーモンさん怪しくない？いやいやいや、多分ナナッシー死神だよ。死神のスキルで阿部さんのこと倒したんだって。いやいや、私掃除屋だって。もしだったら私のこと占ってよ。いやでも、仮に阿部さんが村人だったとして死神のスキルで役職奪ってたらただの村人でしょう。奪ってたとしても掃除屋でも私は村人なんだから、個人的には占ってもらって白格もらいたいのよね。まあでも占いはお互いまだ対抗残ってるからね。俺目線はシェイドさんが嘘ついてるわけだし。あ、ちょっと待って、ベルさんがめっちゃ追っかけ。さすがにヤバいか。タイミングヤバすぎるだろ。シェイドさんがベルさんにやられた。これは 100% だわ。今見えてたよ。ベルさん人狼だね。まああんなとこでやればそうなるわよね。ごまかしてみるか。え、でも私倉庫の方にいるよ。いや俺も見てるんだよね。二人の死人取れてるしもう確定でいいでしょ。いや実は私が死神だから、今占いの役職奪って村人になってるよ。まあ私が掃除屋だからその可能性はあるけど、とりあえず、しとこうよあの子も。え、嘘だろ、ナナシダメだ、処される。パワープレイで行くしかねえ。さっき切り裂く使ってたから朝までは使えねえが、大丈夫かこれ。大丈夫、なぜなら今は夜だから。あ、そっか、方向が使えるのか。でもあんた当てれるの？いやもう気合で当てるしかねえだろこれ。後ろからトツさんの気配、外したら負ける。やべえ、めっちゃ緊張してきた。一旦落ち着きなさいよ。ここなら当てれる。くらえ。お、当てれたじゃない。今まで裏でやったのも合わせて初めて当たりました。方向がむずいのかこの子が下手なのか。どっちもだろ。ご主人様誰だ？え？ご主人様誰だ？もう村人一人だけなはずだよ。石板見たらトツさんやられてたから、もう一人俺が減らしといたんだよね。ダメだ、ベルちゃんより全然頭回ってる。おいこら。残りはうたいさんだけかな。今からそっていくから一緒に倒して勝ちだね。いやいけるね。え、あ、ちょっと待って。これでとどめだー。ベルさん。誠に申し訳ございませんでした。二
2戦目は村人、あれからずっと人狼引き続けてました。そろそろ毎回疑われてそう。お、あそこにいるのはシェイドさん。初日は対抗手段が確保しづれえから怖いな。この位置なら人狼だとしてもすれ違いで流行られないはず。怖いから反対行こう。初日にやられると結構やばいものね。狂人の隠れ蓑になったり何かと議論に支障出るからな。今うたいさんとすれ違ったね。風車の方へ行ったみたい。一応一覚えておきてえな。とりあえず今日の夜死人できたのはこの二人だけだね。どっちも風車周りに向かった感じだったな。おはようなのだー。みんな生きてる？今村長の家の石板見てるんだけど、アフェリルさんがやられてるわ。多分夜のうちの犯行だと思うけど。お墓の位置どこだろ。誰か昨日の夜アフェさん見た？アフェさんは見てないなー。あ、多分風車の下だと思う。俺夜の間風車の上にいたんだけど、下からキル音聞こえたんだよね。ちなみにベルさんとシェイドさんが矢倉周りにいたのは上から見てたよ。あ、でもベルさんは橋渡ってったね。あ、合ってるー。シェイドさんはそのまま中央の方行ってた。あとはウタイさんも中央にいたかな。まあそうなんだけど、私は通っただけなのでアフェさんのお墓を確認はできなかったのよね。他に中央で見かけた人いる？いないみたいね。ちなみに今トツさんとすれ違いざまに占ったら人狼って出ました。先輩がやったのか。うちの可愛い白クマを。いやいやいや、あれ占い対抗いない。じゃあもうトツさん確定じゃん。いや、アフェさんが本当の占い師の可能性もあるじゃん。あ、じゃあさ、俺霊能者なんだけど、トツさんしてお墓確認しない？殺伐としてきたなこの村。いや別にそんなことしなくても。いいよそれで行こう。トツさんには村のために犠牲になってもらおう。私掃除屋だから一撃で倒してあげるね。お前ら人の心はないのか。めちゃめちゃ話が進んだわね。村人の役職持ち全員使用してたね。でもまだ狂人と死神がな。もしかしたら狂人はもう落ちてるかもな。え、そうなの？まあまだわからんが、村人役職の誰も被ってないだろ。まあそうだけど。それにおそらく人狼の突さんに対して誰もかばうそぶりなかったし、私は狂人がアフェさん説を押すぜ。あ、そっか。人狼目線だと初日のキルだったから味方かどうかわかんないしね。で、私ら目線だと役職使用のないのが二人だから、どっちかが人狼な気はするな。でもナナッシーの掃除や使用が本当は死神の線も切れないからちょっと注意って感じ。感じね。おはようございます。今石板の前にいるんで生存確認し、これ一晩で3人やられてる。ちょっとそのいろいろあってね。まず夜なる直前でウタイさんとトツさんがやり合ってたのよ。で、私がたまたま通りかかったんだけど、ウタイさんキルして逃げようとするトツさんを掃除屋の能力で倒したんだよね。なるほど。ちなみにオドロクさんは？オドロクさんならベルさん家の前でお墓になってたよ。いつやられたんだろう。かなり動いたわね。これやっぱりトツさんが人狼でいいのよな。そこはそうだと思う。ただ一個問題があって、倒したのがナナッシーっぽいんだよな。というと？下手したらナナッシーが死神だから人狼の数が減ってない説あるんだよね。あー、確かにそれだと最悪だな。私目線だとシェイドさんは人狼ほぼ確定。問題はナナッシーが本物の掃除屋かどうかなんだよな。今洞窟イベントナナッシーとやったんだけどさ、あの密室でやってこなかったあたり俺目線かなり白いんだよね。あ、しかも氷の剣譲ったのね。うん、それもあって俺はナナッシーを信じたいなって。これどう思う？サモさんとナナッシーはめちゃめちゃ信頼し合ってるね。おそらくだが、向こうからしたらお前かシェイドさんどっちが人狼か決めあぐねてると思うぞ。これ提案なんだけど、シェイドさんかベルさんどっちかのことナナッシーが切ってくれない？あー、掃除屋のスキルでってこと？そうそう、掃除屋のスキルで切れたらそれでもう勝ちだし、切れなくてナナッシーが死んじゃっても残った村人と俺でもう片方を倒せば勝ちってわけ。これなあ、そもそもナナッシーが掃除屋なの大前提なんよな。どうするの？正直やるなら人狼のスキルが枯れてそうな今な気がするけど。よし決めた。今からそっち向かうね。あ、私も向かいます。なんでシェイドさんまで来るのかしら？もう夜が近いからな。方向でキルを狙ってるか、あるいはナナッシーが死神からの人狼仲間の線にかけてるんだろう。何にしても昼時間のうちにやらないとまずそうだよね。喋れなくなるし。あ、ベルさんいた。ナナッシーどこ？早くしないと時間ないよ。あ、いたいた。時間ないからサクッと行くよ。あとは任せたからね。これでシェイドさん確定。やるぞ。夜になっちゃったわね。こうなったらもう関係ないよ。サモさん剣持ってたから先陣切ってくれるはず。おう、言ってくれたな。私は弓しかないから後ろから縁を絶対に外さない。やったー。ナナッシーはちゃんと掃除屋だったのね。信じてくれてありがとう。最後連携完璧だったね。この試合サモさん視点もあるから概要欄から見てみてくれよな。1試合目ポンコツだったけどこれは許してくれるで。いや、あれはあれだから絶対許さないけどね。